田空港についてまっすぐこちらにやってまいりました。ご紹介が遅れました。空飛ぶ参議院議員宇都隆でございます。改めて6年間泳いでですね、北海道から沖縄までも広すぎるなというふうに思います。私は全国比例区で出てるわけなんですが、全国区というより短縮していますけどね、全国区じゃないなんて、やっぱりこれは残酷だなというふうに思っています。ただ予算もありまして、地方区の参議院の先生、今日井口邦子先生来ていただいてますけど、お立ちください。ぜひ皆さんにお顔を見せたいと思います。私もお世話になっている素敵な大先輩なんですが、地方区の先生方っていうのはある意味もありとあらゆる政策を、引き受けて、その解決を、実現をしなきゃいけない、そういう先生ですよね。衆議院の先生なんかになると、もっと小さい40万人の単位の中でそれをやらなきゃいけないわけですから、大変だなというふうに思います。ただ参議院の全国区っていうのはこれ特殊性がありまして、北海道から沖縄まで面倒を見るわけです。衆議院の先生だと40万人の有権者に対して20万人以上の、まあ、なんていうんですかね、自分に対する信任を集めなければ選挙に勝てないわけなんですけども、私たちは約1億数千万いる中で、まあ、20万人近くをぐっと、支持者ということで票を集めることができれば、まあ、ある意味成り立つ議席なわけですから、そうするとどういうことが起こるかというと、全国区のこの比例区の候補者というのは専門性を持つんですね。何か一つの物事に対して自分のプロフェッショナリズムを発揮して、それを深く追求していきながら、そういう皆さんの、まあ声にお応えする、そういう活動ができるようになります。例えばお医者さんの団体は医師会の代表を出しますし、建設業界の皆さんは建設業界の代表を出します。農業団体はそういう代表を出しますし、あるいは、看護連盟とかですね、もしくは郵便局の代表とか、そうやって職域の代表がいるわけですね。で、私は佐藤正久先生とともに防衛外交の代表ということで、全国の防衛諸団体の皆様に応援いただきながら6年間の活動をしてまいりました。ある意味ですから、一つの物事に対してグーッと特化しながらそれを掘り下げていくというのには非常に向いている制度ではないかなというふうには思います。ですから私の、事務所にですね、いろんな養蜂活動で、例えば農業団体の方がほとんど来られません。それから医療関係の皆さんもほとんど来られません。本当にそんなこと期待しても無駄だって分かってます。でも逆に防衛関係の皆さんとか、これは産業界の皆さんも含めてですね、いろいろなやっぱり陳情であったり今の問題点を持ってきていただいて、その解決のために皆さんと一緒になって法を進めてこれた、まあ、6年間ではないかなというふうに思っております。で、今日はこのような場をですね、千葉県、太陽会川野会長を中心とした皆さん、そして、ここに表の方に下の方に書かれてますけれども、防衛の諸団体の皆さんに協賛をしていただいて、こういう機会を設けていただきましたことに改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。そしてこのお声掛けに応じてですね、この雨の中わざわざ時間を費やして来てくださいました皆さん、今日四街道市長もお越しになってます。どうもありがとうございます。市長さん、どうも。皆さん、今後は四街道市は特別にみんなで応援しましょうね。それから今日は現職の皆さんも多数お入れになっているのが見えて、もう体つきと髪型見たら分かりますよね、これ現職だなって、ありがたいなというふうに思ってます。川野会長に、いやもう千葉県はやるぞと、1000人収容できる大ホールをもう予約したから任せとけって言われた時に、非常に不安な気持ちがよぎりましたですね。大丈夫かな、その1000人のホールなんて埋まるんだろうかと思ったんですけど、今日はもうきっちり、空いてる席を除けば満席です。本当にありがとうございます。こういう時にやっぱり力を発揮してですね、今日は面白い話するぞ、今日も飛行機の中で何の話をしようかなといろんな話を考えてまいりましたので、ぜひですね、今から約5時間お付き合いいただけたらなと。私の、講演というのはなんかその講義とかそんなんじゃありません。いろんな数字とかいろんなデータとかを出しながらですね、一緒になってこの国の未来を考えて行っていく、そんな1時間にしたいなというふうに思っております。さて、冒頭にですね、ちょっとこう物語をお話をさせていただきたいと思います。この物語、一体誰のことを言ってるのかな、どこの国のことを言ってる話なのかなって、ちょっと想像しながら聞いていただきたいなと思います。あるところにある小さな国がありまして、
この国は非常に国民の皆さんは平和な心根を持ち、そして自然が豊かで海に面し、おいしい作物がたくさんできる、そういう素晴らしい国家でした。で、国民も非常に自分たちの国、文化、伝統というのに誇りを持ち、それを守ることに気概を持った国民に満ち溢れていた、そんな国があるところにありました。海を面した対岸側の向こう側に、この国よりも非常に広大な大きな面積を所有する国がありまして、この国の人々というのは非常に好戦的で、野心的で、そして国を広げるということに対して自分たちの力を誇示し、実際にそれを使っていくようなことをずっと繰り返している国でした。海を隔てたこの2つの国が一度戦いました。そしてこの小さな小国はこの覇権主義的な海の向こうの大きな国を排除することに成功いたします。2回目またこの大きな国とぶつかることになりました。今度は簡単に排除することができずに、大きな国の方も大きな損害を受けましたけれども、小さな国はそれ以上の損害を受けることになりました。両方大きな損害を受けたものですから、しばらくは対岸のあの大きな国と戦うことはないだろうと。またこれによって大きな戦死者を出したんですね。数多くの小さなこの小国は二度とこういうような戦争はしたくないということで、政治の中で戦争放棄というのを掲げて、今後は外交とそして経済、これでもって国を成り立たせていきながら、経済の連携を深めれば深めるほど争っていくことというのはできなくなるんじゃないかという方向に舵を切ります。で、切った中で相手の対岸の海の向こうの大国はそれをどう眺めていたか、そうかそうかと、小さい国がそういうふうな方針を掲げるんであれば、我々も平和を基調とした国家になって仲良くしようじゃないかとはならなかったんですね。力を蓄えつつ蓄えつつ、またもう一度飲み込むための手段をコツ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 と構築していきます。この状態を非常に憂いたある政治指導者、この人は軍人でもありましたが、その小国に政治指導者として生まれまして、今に大変なことになるぞと、今は平和だからいい、しかしながら必ずあの対岸の国は我々の存在というのを脅威に感じて攻め入ってくることが可能性として残されている、私たちは今そのための備えをしなければならないんではないかということで、軍事力を鍛え、備えを強にし固くし、そしてそのための政治の法整備等を訴えて回ったんです、この将軍がですね。しかしながらこの平和になりきった小国の国民の皆さんは、この将軍、政治指導者の言うことに耳を傾けようとしませんでした。かえって彼を好戦的である、彼は戦争をしたいんだというレッテルを貼って彼を社会的に抹殺をしています。そういうような状況に非常に心を痛めたこの政治指導者は、自分で命を絶ってこの世を去ることになりました。この素晴らしい政治指導者が去って、そう時間が経たないうちに大国がある政治決定をいたします。大国側の政治指導者が集まって、この小さな小国が作った農作物を机の上に並べ、見よと、あの国はあんな小さな国ながら素晴らしい自然に囲まれ、こんなに素晴らしい農産物を作れるための力を持っている国だと、いずれ我々の大きな脅威になると、今彼らの目を立っておくべきではないのかと演説をある政治家がし、この大国はそうだそうだということで、この小さな国に攻め入る覚悟をします。3回目の戦争が始まりました。備えをしていない小国が抗えるはずもありません。瞬く間に国は殲滅をされてしまい、降伏を恐れた大国側から、男という男は全てその場で処刑、つまり命を絶たれました。女性、そして女の子、子供は領辱をされた上で、気に入った女の子はそのまま自分たちのものに恥ずかしめを受ける対象として囲われましたが、気に入らない女性、子供は奴隷として別の国に売り払われました。かつては大国を脅かしただけの素晴らしい農産品ができる四季あふれたこの国の農地には大量の塩がまかれて、100年間作物も雑草も育たない土地にされたということです。そしてこの国が誇った文明、文化、
ありとあらゆる建物、書物、そして、思想も含めて焼き打ちにあい、粉々に崩され、後世の方にこれを語り継ぐような形が残らなくなり、歴史から抹消をされてしまった。まあ、こんなものが出てきました。何の話を言ってるんでしょうか。いや、日本だな。日本だなと思われた方、ちょっと手挙げてくれませんか。これは我が国のことを言ってるんだな。ありがとうございます。最近書店で有名になってるあの本のことだなと思われた方、手挙げてくれませんか。ありがとうございます。知りませんか。今ベストセラーになってますね。百田直樹さんが書いている帰りの楽園っていうもの、これ偶話なんですけど、ぜひ見てください。本当に面白い。1時間で読み解けます。でも私が今お話をしたのは、実はこの日本の将来の話を漠然と話したわけではなく、帰りの楽園の話をしたわけでもなく、実際歴史上にあった史実としての国の話を、私は国名を伏せて今お話をさせていただきます。この国名というのは何という国かというと、今から2000年以上前、地中海のアフリカ側にあったカルタゴという国ですね。今はその国はチュニジアという名前を変えた国になっていますが、かつてのこのカルタゴ、もともとギリシャ人が作った、ギリシャの末裔の、人たちが作った国らしいですけども、今から2000何百年以上前にローマに滅ぼされて、その形はもう姿形をとどめて、カルタゴの悲劇ということで、我々は時々この物語に接するたびにですね、今の日本にとっても似てるなと。我々はどこか平和というのにですね、慣れてしまって、自分たちの力で国を守るということを放棄してきたんじゃないかなというふうな気がしてなりません。政治もそれをずっと先送りにしてまいりましたね。そこで初めてですけれども、私たちの自主の備えというものをきちっとやっていこうじゃないかということを選挙で訴えて、そして勝ちで、選挙で勝った後もきちっとそれを実現していっている政権が今の日本の安倍政権だと思います。しかしながら環境が変わってまいりましたね。もちろん中国の状況も日々刻々と変化しております。北朝鮮の核ミサイルの動向というのも、これ看過できませんね。終始し続けなければ、そのうちあの国は本当に原子力潜水艦を持って、潜水艦発射型の SLBM を持つんじゃないか。今は対岸の国が脅威に感じているだけですけれども、もしそんなことになれば、世界中は目でつながっているわけですから、世界中の国家がこの北朝鮮のミサイルの脅威にさらされるような時代が来ないとも限らないですよね。しかしながら、これまでは日米同盟を基調として、彼らを抑え込むこと、なんとか成功していた状況が今続いていると思いますけど、アメリカどうなりますかね。11月の大統領選挙、変な髪型したおじさんだったら怖いですね。トランプさん、日本は自分の国は自分で守れ、これ以上アメリカの力を使って守ってもらいたいんであれば、駐留経費の全額を要求するなんてことを平然というような候補者ですね。まあ、彼が今後どうなるか分かりません。現実主義に舵をこう切りながらですね、ある意味は、自民党も民主党から政権を取り戻すときはですね、少し先鋭的なことを言いながら、保守層の皆さんと共に政権を取った後はしっかりとこう現実路線に舵を切りつつ元に戻していったんですけど、彼が本当にそういうことをしてくれるかわからないですね。ただある意味トランプの言ってる、トランプ氏の言っていることは正論でもありますね。アメリカがなぜここまでの血を流し、予算を使って他国のための防衛をしなければならないのか、それはある意味半分は正しいです。しかしながら半分は危険な思想ですね。第一次世界大戦以降の世界の構図に非常に似てきたな、嫌な気持ちを思い出せます。あの頃も世界の経済というのはグローバルで完全につながっていて、どっかの国の経済が遅れるとバタ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 ッと世界中の景気が悪くなる、どっかの金融が破綻するとバタ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 ッと世界中が金融崩壊に陥る。これもまさに井ノ口先生の専門ですけれどもね、あの時代そういう時代だったですよね。そして世界はどういう状況に陥ったかというと、ヨーロッパは自国の権益だけを考え孤立化し、ブロック経済に走って、アメリカもモンロー主義に走って自国のことしか考えない。そんな中で日本だけが世界を見ながら
この大東亜の中での生き残りというのをかけて、いろんなアプローチをするんですが、日本は次第に孤立化させていかれまして、世界が自国のことしか考えなかった末に何が起こったかというと、第二次世界大戦が始まった。まあ、究極を言えば、イギリスの政治家パーモスさんが言ったようにですね、永遠の同盟国もありえない。永遠の敵国もありえない。そこにあるのはただ国益のみという。クラウゼいつも戦争論で言ってますね。戦争とは別に特別な状態ではない。政策の延長にあるのが戦争であるということを言ってますけど、そんな殺伐としたような時代に今入りつつあるのかなと。ではそういうふうに持っていかないために今私たちが何をできるのか。一部の人たちはですね、トランプさんがなった方が憲法改正もできて自国防衛ができてそれはいいことじゃないかと言いますけども、それで戦争なんかに陥ってしまったのは大変なことですから、やっぱり平和という状態、この秩序という状態を維持しつつあるべき体制に少しずつ持っていくというのが我々現実を見据えた政治家の営みだろうと思います。でそのために我々は何をしなきゃいけない。